パッケージ衝撃的すぎて手に取っちゃった。デリケートゾーン用のパックです。このイラスト見た時にどっちどっちって思ったんだけど、女性用です。このワニで使い方を説明するね。ちょっとワニスは引っ込んでもらって。あ、これ尻尾か。こうやって VIO 全部保湿できるので、黒ずみケア、脱毛後の保湿ケアにおすすめです。男性にも使えるとは思います。デリケートゾーンフリーズドライ？私未だにトラウマな映画があってさ、男の人が女の人の頭ガッて掴んで、液体窒素の中に顔バシャンって突っ込むの。そしたらみるみるうちにその女性の頭が凍ってって、最後その男性が机にバーンってその頭叩きつけて、パリーンって頭が粉々になったんですよ。怖って思ったのと、溶けた時掃除するの嫌やなって思いました。あ、ごめん、この商品はデリケートゾーンのソープがフリーズドライされた商品です。あそこから金木犀の香り、今使ってるピビケアがなくなったから新しいの買いに行ったの。そしたらこの金木犀の香りがめっちゃいい香りだった。成分がすごくいいことと清潔感のある香りでめっちゃリピートしてます。今日はフェムケアアイテムを紹介しました。